動画撮影時のカメラの設定について解説します。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターのしだいです。今回の内容は。 動画撮影初心者の方に向けて動画の設定の方法そして撮影の方法についてお話をしていきたいなと思います初めてカメラを購入してで撮影に行こうと思うけどなんか設定する項目がなんか複雑すぎてあの初心者の方かなりこれ難しいですよねなので今回は僕の方でこのソニーの小型のコンデジ ZV12 を使って撮影に直接的に必要なところの設定だけをお話ししてじゃあそれから外でどう どどうやって取るか室内ではどんな設定をするのかについいいいててお話をしていきたななと思いますなのでかなり実践的な内容ですぐ役に立つ内容が入ってるのかなと思うので、まあ、もしわからないとこがあれば是非見返していただければなと思います今回は動画の設定のメニューに関してはこちらの ZV-1M2 a を使って解説しますけどあのもしあの違ったメニューの表記になられている方でもあの基本的に同じような項目を探していけばあのきっと必要な要素は見つかるのであのもし機種が違う方でも あのそうやって設定をしていただければなと思いますじゃあ早速いってみますそれでは今から動画撮影の設定についてお話をしていきますまずメニュー画面の中の、えー、と撮影というところを開いてでまず画質記録というのを見ていきますで記録方式に関してなんですけどもこれ xabcshd XABCS4K ってあるんですけども、あの基本的にはこの HD っていうのを選んでいただくといいかなと思います。でもしあのパソコンにキャパがある方、それから SSD などあの大量にお持ちの方だったら 4K で撮影してもいいかなと思います。まあ、ただ、すごく画質は綺麗になるんですけども、あの携帯とかパソコンで見る限りだったらそこまで差はないのであの HD でいいかなと思います。でそれから 動画の設定というところに行くと、あの記録フレームレートというのが出てきます。で、記録フレームレートに関しては、あの 24P を選択してください。で、まあ、24P っていうのが、まあたい動画でいうその標準的にこう見えるあのフレームレートっていうふうに呼ばれます。で、そもそもフレームレートとは何かと思われると思うんですけれども、あの動画っていうのは1秒間の中にあの何枚かの静止画が入ってあの 動動画が動くようになっていますなのでこの24フレームって言ったら1秒間の中に24枚の写真が入っていてでそれがコマ漫画のようにあのこうやってあの動いて動画になります動画の中でまあ標準って呼ばれているのが24なんで、まあ、ここではまあ24っていうふうにあの簡単に覚えてくださいでそれからあのこの記録設定っていうところであの場合によっては設定できるんですけどもあのビットレート でこれは設定できるならあのご自身のカメラの中で一番高い設定を選んでください。でそれからで次なんですけども、えー、と手ブレ補正っていうところに行ってあのもし手ブレ補正が入れられる機種であればこれは入れておいた方がいいかなと思います。 で次に、えー、とソニーカメラの場合だと,、えー、とこのズーム範囲っていうのを、えー、と超解像ズームにしてくださいでそうすると、まあ、通常のズームの範囲からあのプラス1.5倍から、まあ、2倍の範囲であの画質の劣化なくあのズームすることができますで次に、えー、とホワイトバランスっていうところに行くと,、えー、と今、えー、と僕の場合オートってなってるんですけどもあのそのままオートにしておいてください で、それから、えっ、ー、と、フォーカスモード、AFMF というところに行くとフォーカスモードっていうのが出てくるので、まあ、これ基本的には、えっ、ー、と、コンティニ n u AF とか、あの、AFC っていう表記があると思うので、で、それにしてください。で、マニュアルフォーカスとか、まあ、あの、カメラに慣れてきたら使えばいいかなと思います。えー、で、もうちょっと、えー、細かくいくと、露出色のところに、えっ、ー、と、カラートーンっていうのが出てきますんで、 クリエイティブルックっていうのがあるんですけども、まあ、これは何かっていうとなんかインスタグラムのフィルターみたいな感じであの違ったあの色味をつけられますでも基本的にはもうこのスタンダードでいいと思いますでこのピクチャープロファイルっていうのはその説明するのが難しいんですけども、まあ、この動画 で、撮影するとののからこう編集、色をつけやすくするようにできるんですけども、あの一番最初のうちはこの PP0 とか、あのピクチャーファイルなしでいいかなと思います。で、機種によってはこの美肌効果とかがあるので、まあ、そういあの自撮りをしたり、あの人物を撮るときにはま入れておくといいかなと思います。で、まあ、最低限今のところがあの設定できれば、撮影に行けるかなと思います。 で今非常にざっくりとあのまず初期のカメラの設定についてお話をしましたでもうちょっと詳しく知りたいよっていう方がいましたらあ一応他のソニーのカメラであの詳しく解説しているのがあるのでそちらを参考にしていただければなと思います、まあ、今の状況でとりあえず外に出て撮れる段階にはなってるかなと思いますで次に日中に外で撮影する時太陽がまだあのかなりある時にその時の撮影の方法カメラの設定についてお話をしていきます日中にに野外で撮影する時には あのまず、あ、この。 メニューの中の撮影モードっていうところに行くとあの撮影モードっていうのが選べます、まあ、最初はそのプログラムオートとかあとはオートになっていると思うんですけどもあのもし何もカメラのことが分かんないっていう場合にはあのそのどちらかを使っていただければいいかなと思いますでオートというのはもう完全にオートであの全ての設定をカメラが自動的にやってくれるのでもう何も考えないで、まあ、とにかくシャッターのボタンを押すっていうことができますあの、まあ、一番最初カメラ買った時はもう僕はそのオートでは全然いいと思いますね 余計なことを考えないでもとにかく撮影する撮るっていうことを楽しむもうこれが一番大切だと思うのであのまずはそのオートを使っていいかなと思いますでもしオートに慣れてきたらあの、まあ、一歩あの前に行くということで、えー、と今度はプログラムオートっていうのがありますメニューを見てみると撮影モードの中にプログラムモードってあってこれはなんかカメラのビデオのアイコンに P とか書いてますでこれは何かっていうとと絞りとシャッ イソ感度っていういわゆる露出を決定するものを全てカメラが自動的に決めてくれます。で自分で設定できる部分は何かっていうとホワイトバランスというのを決められます。でホワイトバランスっていうのはなんか絵の色味が青っぽくなったりするかなんかオレンジ色っぽくなったりするか、まあ、それを決めることができます。まあ、例えばプログラムオートにしているとでそれを決めれるのが例えばまあメニューの中だと。 露出のとこに行くとホワイトバランスっていうのが出てきます。で、ここによって今オートってなってるんですけども、まあ、日中野外だったらあの太陽光にしておけば間違いないかなと思います。で、これもそのアイコンによってあの色味が全然変わってきます。なので、いろいろとこう自分で試しながら好きな色みたいなのを見つけていただいてもいいかなと思います。もうよくわかんないって言ったらオートホワイトバランス AWB を使って、まあ、日中野外で撮影するっていう環境がわかっているなら、この太陽光マークを使えばいいかなと思います。 で、プログラムオートの場合だと、もうこのまま撮影してボタンを押せば、あの、もう自由に撮ることができます。で、ここではもう一歩ちょっと深掘りをしてお話をしていきたいなと思います。で、その二つでちょっと物足りないなっていう方には、撮影モードを変更します。で、撮影のモードは、えっ、ー、と、撮影のとこに行って、撮影モードの、今度は A モード、絞り優先っていうのを選びます。 でこれは何かっていうと撮る被写体に対してどれだけ背景とかあとは前景をぼかせるかっていうあの簡単に言えばそういうことになりますでこの数字が例えばあの小さければ小さいほどよりぼけてで大きければ大きいほどよりこう全体がシャープにくっきり映りますなので動画をすごくぼかしたいっていうことは例えば F4 もうちょっと小さくいければ F2.8 とか1.8とかそういう数字を選択するとあの動画の背景をきれいにぼかすことができます でただ日中の野外で撮影してるときってそのあんまりなんかこうぼかしたりしなくても僕はいいと思ってるのであの日中外で撮影するときにはあの大体 F 値を4から11あたりに設定してください絞り優先モードっていうのはあのこの絞りっていうものを決めるとその露出のトライアングルのその他の ISO 感度シャッター速度っていうのをカメラが自由にあのコントロールしてあの適正の明るさにしてくれますなので自分自身は絞り値あの F 値とも呼ばれるんですけどこれだけ決めればあとは自動的にカメラ カメラがやってくれるので非常に使いやすいモードかなと思います。 でこの絞り優先モードを使っていると露出を決めるシャッター速度急かんでっていうのが状況によって変化してしまいますまあ例えばなんですけども今このカメラであの今パソコンを撮っていてでここで急に明るいライトに向けてですく他の場所に向けたりすると光の明るさっていうのがその状況に合わせて変わります、まあ、ライトが明るいとあの勝手にカメラが全体を暗くしちゃうっていうことが起こりますこうなってしまうとなんかカメラを動かすたびになんかその露出明るさがコロコロ変わって ちゃっってプロっぽく見えないので,でそういった場合にはソニーの場合だとこの AEL 最用紙ボタンっていうのがカスタムボタンで割り当てられるので,でそれを使うとあの露出をコロコロ変わることなく固定することができます。なので今度はその AEL 最用紙ボタンを使いながら例えば明るいライトとかを撮影しても。 基本的に最初の固定したあの明るさから変わらないのでいきなり画面が暗くなるとか明るくなっちゃうとかそういったことを防げますでこの AEL 採用紙ボタンっていうのはこういったセミオートの機能を使う時はもう非常に便利なのであのめちゃめちゃおすすめしています次に室内とか夕方夜間での撮影についてお話をしていきますで今まで絞り優先で撮っていたんですけどもこれを使ってると1個あの問題にぶち当たることがありますそれは何かっていうとフリッカーっていうのが起きることがありますフリッカって っていうのは蛍光灯とかあの街灯を撮った時に何かそれがチカチカしてしまう現象が起きてしまいますそうなってくるとその絞り優先モードで使っていると結構そういったのが起きるので何か蛍光灯とかがあの撮る可能性があるなっていった時にはシャッター速度優先モードに切り替えますでそのシャッター速度優先っていうのは、えー、とまたメニューのところから撮影モード で、撮影モードの中の今、絞り優先ってなってるので、これをあの S っていう風に変えると、あの、シャッター速度優先になります。で、これは露出のトライアングルのシャッター速度だけを決めて、残りの ISO 感度、それから絞り値っていうのをカメラが自動的に調節します。で、このモードを使うことによって、あの、フリッカっていうのを防げるようになります。で、これ、シャッター速度は大体、あの、 東日本の場合だったらあの50分の1または100分の1に合わせてで西日本の場合だったら60分の1とかに合わせるときれいに撮影することができます。 でこのモードで撮影している時もあの先ほどと同じようにあのセミオートでシャッター速度だけ固定してあとはあの上級によって露出が勝手に変わるのでもしカメラを動かして撮影するような場合とかがあるなら採用し AEL ボタンを割り当てておくとあの露出があの勝手にコロコロ変わったりしないのであのプロっぽく撮影することができます。でこんな感じであの絞り優先モードそれからシャッター速度優先モードをあの使っていくとあの割と簡単にあの自分で調整しながらあのぼかしたいとかぼかすみたいな なのであの、まあ、ちょっとカメラ難しいっていう思われてる方も結構いらっしゃると思うんですけども是非、まあ、こんな感じであの動画の撮影設定をしていただければなと思います。というわけで本日の内容は あのこれから動画を初めて始められる方に向けてカメラの設定の方法それからあのシチュエーションベストにあのどうやって動画を撮影するかというお話でしたでもちろん今回のお話はも,うものすごくかいつまんであの簡単にあのお話をしているのであのぜひぜひあのカメラを触りながらで少しずつ学びながらいろんな機能を使っていけばあのきっとあの皆さんがやりたい表現っていうのに近づけるのかなと思いますというわけで本日の動画がお役に立てれば高評価ボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれでは皆さん また次回の動画でお会いしましょうバイバイ